味付けですけど、生姜のすりおろし、ニンニクすりおろし、で、醤油、で、塩コショウ、で、片栗粉をつけて揚げております。外はパリパリ、中はジューシー。最初は強めの火力で、あとは180度でゆっくり揚げていきます。熱いけどめっちゃうまい。あっくえ。わお。カリッカリですよ。あ、隠し味に焼肉のタレも入れてます。よいしょ。